もともとちょっとサイバーセキュリティの方に興味があって、その興味があっていいなと思ってたところに、その今回一緒に受けたクラスメートの人から、ちょっと一緒に受けないということでお話をいただいたので、あ、じゃあ受けてみたいなと思って受講しました。学習上の工夫としては、学習の量が結構多かったので、その一つ一つ覚えていく、点で覚えていくと覚えきれないなっていうのがあったので、僕としてはその全部を一つの大きな塊としてつなげて、できるだけ覚えれるようにっていうのを意識して取り組みました。率直にその学習の量は多かったんですけど、逆に少なすぎても、そのなんていうんですかね、毎日やらずにちょっと余裕ができてしまうぐらいの量だと、その勉強が習慣になっていかないのかなっていう感覚があったので、逆にちょっと多いなぐらいの、そのぐらいの量の方が、自分としては勉強するという習慣がついたので、ちょうど良かったかなと思いました。先ほども述べましたけど、学習の量が多いので、一度ね、ちょっと遅れてしまったりすると、なかなか追いつくのが大変だったりするので、その学習を毎日するというか、自分の中で一日でこの時間は勉強しようっていう時間を確保できて、それをルーティン化できると、その毎日それが習慣になっていくと思うので、そういうふうにしていければ、いいブートキャンプになるんじゃないかなと思います。僕は、その一番最初からというよりは少し途中参加からだったんですけど、そのスタッフの皆さんがファシリテーターを含め皆さんがサポートしてくれたおかげで、その途中からでもスムーズに学習に入っていくことができたので、それは本当にありがとうございます。クラスの方は基本的に週2回あったので、そこで自分が普段学習して、ここどうなんだろうって思ったこととかは聞けたので、結構頻度的には良かったかなと思いました。内容はですね、そのファシリテーターの方たちがラボの使い方って言って、実践的なやつを、なんていうんですかね、やるところがあるんですけど、そういうのの説明がすごい丁寧で分かりやすかったので、とても良かったです。基本的には学習した内容がちゃんと出てるっていう感じだったので、テストの中に引っ掛け問題とかは基本的になかったので、しっかり勉強すれば、それなりにはできるかなっていう印象を持ちました。僕自身もあんまり正直 IT にすごい詳しかったわけではないので、そこの IT の知識というのはそんなに必要じゃないのかなと感じました。実際にブートキャンプの中でも本当に基礎中の基礎から教えていただけるので、そんなにそこは気にしなくても大丈夫かなと思いましたけど、その英語に関してはコンテンツが全部英語というところで、やっぱそこは全くわからないと、やっぱかなりね、いちいち日本語に直したりとかするので、かなり時間がかかってしまうと思うので、最低限の読めるくらいの英語力はあった方が、マシかなとは思います。僕自身あんまりこうやってオンラインの授業とかを受けたことがなかったので、学習環境はその人がどこにいるとか人によって違うと思うんですけど、僕は比較的その毎週クラスの時間も決まってて、時間が確保できる環境にあったのでやりやすかったです。個人的には先ほども述べましたけど、途中からの参加になってしまったので、そこでみんなに早く追いつくために、もうその最初の頃は仕事以外の時間ほとんど勉強に費やしたっていうのが結構大変だったなっていうのは個人的にありましたけど、それだけ頑張ったから最後には結構達成感もあったので、個人的には充実してよかったなと思います。